クレーグ・ジョーンズはイギリス出身のオートバイレーサー。スーパースポーツ世界選手権、スーパーバイク世界選手権に参戦したが、2008年のレースで自己死した。ジョーンズはチェシャーのクルーで生まれる。ノースウィッチで成長し、チャールズ・ダーウィン小学校に入学した。一家はその後ピーターバラに転居した。1996年にはジュニアミニモトイギリス。 選手権で勝利し、1997年にはシニアミニモト選手権、2002年にはジュニアスーパーストック選手権と順調にステップアップ、その後イギリススーパースポーツ選手権に参戦する。2002年にジョーンズはマンシマ TT レースでバルモトチームのトライアンフデートな600でトライアルに参加した。翌2003年及び2004年は同チームから、 イギリススーパースポーツ選手権に参戦、ドニントンパークでの最終戦で、チーム唯一の勝利を挙げた。2004年のランキングは8位であった。2005年、ジョーンズはノースポイントホンダチームから、イギリススーパースポーツ選手権に参戦、7度の表彰台を得て、ランキング2位と自身最高の成績を挙げた。その年は、スーパースポーツ世界選手権のイギリスで行われた2レースに、 ワイルドカード出場し、印象的な活躍を遂げた。シルバーストーンでは予選でフロントローを獲得し、決勝ではクラッチの問題でリタイアするまでレースをリードした。ブランズハッチでは8位に入っている。また、チェコでは 10K とホンダから大役出場し、6位に入った。2006年にはスーパーバイク世界選手権に転向し、 競争力に欠けるホギーペトロナス FP1 に乗ることとなった。この年の最高位はドイツでの第2レースにおける13位であった。この年獲得したポイントは、このドイツにおける3ポイントのみであった。2007年にジョーンズはスーパースポーツ世界選手権に復帰、フル参戦する。レベークロードホンダチームで CBR600RR をドライブする。 シーズン前半は多くの技術的トラブルに苦しみ、ブランズハッチでは序盤にクラッシュする。しかしながら、チェコと終盤のイタリア、フランスで表彰台に上る。イタリアでは赤旗が振られるまでレースをリードしたが、終盤、ケナンソォーグルに逆転されて2位となった。フランスでは3位に入り、これによって、ランキングは7位から5位にアップして、シリーズを終えた。 2008年も継続して、スーパースポーツ世界選手権に参戦する。チームは、サイモン・バックマスターがマネージメントし、彼はシーズンで4回表彰台に上り、その中には開幕戦のローサイルも含まれた。バレンシアでは、ファビアン・フォーレトの激しい戦いの後、3位を獲得した。モンツァでは、手の負傷もあって6位となり、ブルノでは2周を残して、技術的トラブルのためリタイアしたが、 悲劇となったホーム戦のブランズハッチまでにランキング6位につけていた。ジョーンズは2008年のブランズハッチ戦で落ち車し、その後の衝突による頭部外傷のため死亡した。事故はブランズハッチのホームストレートに至る高速右カーブ、クラークカーブで発生した。落ち車当時ジョーンズは2位につけ、トップのジョナサンレイへのアタックを試みていた。 カーブの終わりでジョーンズはアクセルを開いたが、彼の CBR600RR はリアのトラクションを失い、ジョーンズはコースの向こう側に接近するライダーのラインに投げ出された。アンドリュー・ピットは回避行動を試みたが、彼のマシンの前輪とフットレストがジョーンズのヘルメットに衝突した。レースは直ちに中断され、ジョーンズはブランズハッチのメディカルセンターに搬送。そこでは、 医師が4回の蘇生処置を行った。彼は王立ロンドン病院にヘリで搬送された。ジョーンズの状態は到着し、次第非常に危険であると評価された。そして彼は医師によって状態を安定させるために昏睡状態にされた。しかしながらこの処置は失敗に終わり、医師は8月4日の0時30分に死亡を宣告した。ジョーンズは レース中断時に2位を走行しており、これによって彼はランキング5位に浮上した。ジョーンズの死亡時、病室には友人のレーサー、トミー・ヒルとジェームズ・トスランドが隣席していた。4度の世界タイトルに輝き、ジョーンズの所属チームのボスでもあったカール・ホガティは、クレイグはイギリスのレースの未来であった、良き若いライダーグループの一人であった。そして2006年に、 私たちのチームで走るチャンスを彼にかけた。なぜなら私は彼を襟抜きだと思ったからだ。と語った。アウトオドロモ・インテルナショナルド・アルガルベのオーナーは、ジョーンズの事故後、追悼の意を込めて、コーナーの一つにその名をつけた。イギリス人ライダーのカルク・ラッチローは一週間後に、ノックヒルで行われた BS、BSB ミーティングで、ジョーンズの予備ヘルメットを使用した。2009年3月14日、 パーカルガーホンダのユージーン・ラバティがロサイルで勝利した。そのマシンには、ジョーンズの18の小さなデカールが貼られていた。レース後のインタビューで、ラバティは、この勝利をジョーンズに捧げた。2008年8月17日、ジェームズ・トスランドは、チェコグランプリに黒い腕章をつけて参加した。彼のマシンには悲しみを表すためフェアリングに、ジョーンズの18のステッカーが貼られた。 2008年9月7日、トミー・ヒルはジョーンズを追悼するため彼のバイクに乗ってドニントンパークを一周した。彼はイギリスの旗を持ち、マーシャルたちも旗を振った。2009年10月22日にアルガルベでジョーンズの追悼式が行われた。ポルトガル人の彫刻家、ポーラ・ハスパンナの手によるジョーンズが彼のマシンで決勝ラインを越える像が作られた。この彫刻は、 メモリアルの主要部分となる。メモリアルは、ポーラ・ハスパンナとポルトガル人建築家のマヌエル・ペドロ・フェレーラ・チャベシュが作成した。このモニュメントは、風景彫刻として、サーキットのメインストレート部分に建てられ、メインスタンドの駐車場まで広がる。この大規模な建築も、モニュメントまでの歩行者のアクセス路として役立つ。アウトオドロもインテルナシオナルド・アルガルベト、 パーカルガーチームのオーナーであるパウロ・ピニエイロは、それは我々に不滅の思い出を残したクレーグ・ジョーンズに対する非常に特別な感謝だ。このメモリアルは二輪レース界でクレーグが残した業績に対していつまでも賛美と敬意を表すだろう。と宣言した。このモニュメントによってクレーグ・ジョーンズは決して忘れられることはないであろう。2010年には、 大遺跡とステンレス像が完成すると予想された。2011年に完成するならば、これはモーターバイクを表す世界で唯一の石像となる。ありがとうございます。